ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいわる先生の今週の一発予想。はい、ちょいわる先生は今週は出張ですね。はい、ちょっと急な出張で代わりに出させていただきます。はい、先生お休みということで、よろしくお願いします。ピンチヒッターで、はい、チームちょいわるの中でもだいぶ評価が上がってきている。ありがとうございます。聞いてますよ先生から。あ、本当ですか。はい、恥ずかしいからです、はい、アナリストの川端さんに来ていただきました。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、ちょっと先週の検証の方から、はい、お話をさせていただきたいと思うんですけど、はい、まず最初にですね、うん、まあ、ちょっとドイツの方で、まあ、メルケル首相なんですけど、うん、自国のですね貿易は、まあ、非常に調子がいいんですけども、うん、ユーロ全体がですねあんまりよろしくないということで、うん、ユーロ相場が安すぎると、おかげでドイツの製品が高く売れないじゃないかって言ってですね、うん、ユーロのこう、まあ、安すぎるっていうのをちょっと牽制した、まあ、発言が出まして、うん、ユーロ結構ねこれだけで1円ぐらい上がるような感じで、まあ、週明けですねスタートしました。うん、でその後はですねちょっと今注目も集まっている FMC の議事録の方ですね、うん、で会見の内容としては、かなり全体的には慎重な内容だったんですけど、ただバランスシートの縮小に関して、かなり、うん、年内に開始するっていうのが、半数以上の支持が出てたっていうところで、ドルに関しては下がったんですけど、それほどこう大きな動きはなかったというような感じです。うん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 、はい、石田さん的にはどうですかね、OPEC の総会なんかは、やっぱりかなり注目をされてらっしゃったんですか。そうですね、原油価格どうなるんだろうって、もうずっと何年もね、そうですよ、ずっと見られてるんで、もう気にされてるんだろうなと思って見てたんですけど、気にしてますよ、はい、うん、内容はそうですね、予想通り、9ヶ月間の減産延長合意というような感じで、ちょっと資源国の通貨にとってはちょっと厳しい内容だったかなっていう感じですね。そうですね、ちょっとサプライズが期待されてただけに、残念な感じではこの厳しい状況がいつまで続くのかっていうのが、なんかゴールの見えないなんか原油価格っていうような、そうですね、どこまでどういうふうに動いていくんだろうみたいなところで、非常に為替とも密接に関わっている部分なので、注目をされている方は非常に多いかなとは思うんですけど、資源国通貨やるんだったら見てなきゃいけない発表だったかなとは思います。そうですね、連動安、資源国通貨連動安か。そうなんですよね。あとちょっと週末にちょろっと、ね、出てきたんですけど、はいはい、先週に引き続きですねパート2と書かせていただいてるんですけど、今度はトランプ大統領本人ではなくてですね、娘婿 の, ちょっとクシューナー大統領、はいはい、上級顧問っていうですね、大統領の側近みたいな人なんですけど、この人がトランプさんの大統領選挙の期間中に、ロシア の, 中米大使と会ってたと、これがちょっと追及されているような感じでですね、トランプ側の人間が、ちょっとロシア側と、ちょっと密接な関係があるんじゃないかみたいなですね話がちょっと出てきてます。はい、トランプさんでも結構なんかメディアの報道を見てると、結構海外では頑張っていい動きしてるなというあちこち行って、ね、そうですね、ただあんまり国内の支持率にそれがつながってないところが痛いですね。今支持率も 37% みたいな感じで、なんかこの弾劾裁判でですねトランプさんが任期前に辞めちゃうんじゃないかっていうのが、今オンラインのですね賭けサイトがあるんですけど、あ、そんなそんな、はい、あれですか、はい、イギリスの、はい、ブックメーカーみたいな感じでですねそれがあるらしいんですけど、このトランプさんの、陣営のロシア問題が出てから弾劾裁判で任期全うできないっていう確率がですね 33% ぐらいまで上がったみたいな、うーん、らしい。賭けなんでね、皆さんがそっちに期待をしてるってだけだと思うんですけど、今かなりオッズが高くなってるらしいんで、本当かけてみたら面白いかもしれない。ちなみに就任した時って支持率何パーだったんですか。正直 50% 割れなんで、あんまり高くはない。50%割れてたのか、就任の時に。はい、もうその時点で高くはないんですけど、確か就任の時になんか結構ねマイナスイメージバン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 出てきたんですね、はい、そうですね、ニュースでも本当にバシバシやってましたから、見てる人は本当はドル下がるだろうと思ってた人が大半だと思うんですけど、なるほどね、はい、なかなか結果には結びついてないですね。でちょっと先週の動きなんですけど、はい、見てみましょう。はい、先週はですね結構ドルの方のニュースも多かったんですけど、多分何といっても多分欧州の方の1週間だったんじゃないかなということで、ポンド円の60分足を持ってきたんですけど、と先週イギリスでですねマンチェスターの方でアメリカの歌手がコンサートしている時に爆破テロがあったということで、かなり一時的にストンと下がったんですけど、その後ですねメイ首相ですかね、イギリスのメイ首相がコメントでですね、ちょっとイギリスのテロの警戒レベルをちょっと引き上げますよっていうような形で一
旦持ち直したんですけど、うん、まあ、その後はもうチャートの動きをご覧になっていただいて分かるように、もう本当に3円ぐらい一気にズドンと下がっちゃうような感じで、多分先週一番動いた銘柄じゃないかなと思いますね。ちょっと欧州系は6月に入ってもあのフランスの大統領、あ、すみません、国民議会ですね、議会選挙と、はい、あとイギリスの総選挙も控えてますんで、うん、まあ、ちょっとかなり面白い動きが待ってるんじゃないかということで、ちょっと先週はちょっと注目をして見てました。そうですね、はい、なんか今ね、あのテロもなんか本当どこで何が起きるか分からないですよね。本当そうですね、まさかイギリスでちょっとね、そんなコンサートでやってくると思ってなかったので、うん、ちょっとかなりびっくりではありましたね。ヨーロッパがなんかすごいなんか意図的にこう狙われてる気がするんですけどす、ね、今すごい治安悪いイメージですよね、個人的にも。フランスであって、ベルギーでもあって、ありました、ね、イギリスでもあって、はい、結構大きいところ狙われてますね。ですよね、はい、うん、ちょっと難しいというか、見て、ね、ヘッドラインでね、これテロばっかり予測ができないので、うん、まあ、本当にあのリスク管理の大切さはね、身に染みて分かる相場じゃないかなと思います。そうですね、はい、うん、で、まあ、ちょっとここからですね、あの今週の動きということなんですけど、今週はですね、欧州に打って変わってアメリカの週です。上げればキリがないぐらいですね、アメリカの、まあ、重要な発表非常に多くありまして、うん、まあ20、まあ、今日からですね、木曜日にかけて ADP もありますし、うん、ISM もありますし、うん、まあ、原油在庫の発表もありますということで、うん、まあ、かなり並んでるんですけど、うん、まあ、皆さん何といっても雇用統計ウィークですから。あ、そっか、はい、もう6月入るんだな。そうなんですよね、ちょっと第1週の金曜日だ、はい、あの週がね、あ、月がまたがっちゃうんで、週の中でね、なかなか忘れられがちかと思うんですけど、アメリカの雇用統計があると。今回の雇用統計どうですか？事前予想は悪くないです。あの、うん、失業率も前回良くなった部分を引き継いで、あの維持できてますし、うん、何より平均時給が情報の、まあ、上昇のですね、予想が出ているということで、うん、これ上回るとかなり利上げに関しては期待が高まるんじゃないかなというような感じですね、うん、はい、まあ、現時点であの田辺さん結構問題を起こしてるんですけど、うん、あのアメリカの利上げに関しては、うん、あの26日の終わり時点ですかね、先週の終わり時点で 83%、 6月って言われてるんで、かなりあまり影響ないのかなと思っては見てるんですけど、うんうん、ちょっとこの今週の各アメリカの指標がですね、まあ、いい状態で終えられれば、うん、まあ、かなり6月の利上げは確実なものになるんじゃないかなと思いますね。そしたら一応4回の利上げのうち2回はいけそうな気配も出てくる。そうですね、2回はそうクリアできて、多分そうなったら9月もまあやってくるんじゃないかっていう期待がですね、さらに出てくるので、うん、まあ、ただの利上げじゃなくて、それプラスアルファの効果がかなりあると思います。うん、はい、先生の読みだとあれですよね、やっぱ4回利上げして米ドル の、 この、まあ、大きい強さというか安定感がさらに、はい、思いますね、ね、磨きがかかるみたいなこと言ってますよね、はい、その最悪その政策金利の引き上げに関しては3回でも私いいと思ってるんですよ。あの9月にもう1回利上げをすれば、うん、あともう1回は直接的に利上げをしなくても、うん、あの、まあ、バランスシートの縮小ができれば利上げと同じような効果が出ますんで、これはちょっと6月ぜひともやっていただけると、ドルを買ってる方には非常に朗報になるんじゃないかと。これ逆に6月のその利上げの見込みがなくなるとなると、どうですかね。いや、多分 FOMC 相当下がると思います。うん、もうあのしばらく立て直しが効かないんじゃないかなと思いますね。あ、本当に、はい、しばらく立て直しが効かなくなるぐらいの。そうですね、要は4回がなくなるっていうのはやっぱり、いや、まあ、かなりインパクトはあると思いますので、あ、今のところまだ6月利上げしとけばですね、あの結果的に3回だったとしても、うん、まあ、あと2ヶ月は有利があるわけですから、うん、かなり耐えられると思うんですけど、うん、なんかあれみたいですね、うん、日本シリーズの最終決戦で、そうですね、ね、最終戦まで、ね、もつれ込む方が面白い方がっていうことですよね。そうですね、うん、はい、で、まあ、リスクがいっぱいありますね、これ、はい、まあ、引き続き、まあ、先週は北朝鮮のトランプリスクだけだったと思うんですけど、ちょっとね、イギリスでテロがあったことを含めて、うん、まあ、あの来週というか、まあ、日曜日ですかね、うん、あ、そう、来週の木曜日か、来週の木曜日にイギリスの方では総選挙がありますので、うん、まあ、当然人が集まるところですから、うんうん、まあ、そういうテロの可能性もありますよと、うんうん、いうことで、その辺にはちょっと注目をしておいていただきたいかなと。その辺注目しながら、うん、あのドル円買いたい方はね、あの、うん、ちょっと買ってみていただいてもいいんじゃないかなと思います。これね、今朝のニュース、あの北朝鮮がミサイル撃ったじゃないですか、はい、で朝早かにね、早い時間に5時何分ですよね、はい、排他的経済水域内に入ったっていうふうに官房長官が ね、はい、発表されていて、ちょっとずつ近づいてるのがね、怖いですよね。そうなんですよ
そうなるとこれ本当にこのカール・ビンソンが本当になんか出動役に立ってくれるのかどうかもねちょっと気になるところですけど、ねはい、もしもそうなるとドルはどうなっちゃいます？いやもうドルに関わらずかなり円高方向に触れることにはなると思うんですけど、うん、その本当に前は国内の陸のところにまで撃ってくるかどうかっていうところですよね。うん、日本に対してなんか支援があるわけではないので北朝鮮が、うん、あくまでその対外的なカードを切るための挑発みたいなところがあるんです、うん、撃っちゃったら逆に攻撃されちゃうんで、うん、本当にそこはそこまでバカじゃないと信じたい。そこまでバカじゃないかなちょっと、まあ、いや何するか分かんないと思うんだけど、そこはね非常に不安だからこその、まあ、リスクの部分が出てるんだと思うんですけど、うん、まあちょっとね、日本に住んでる身としてはやめていただきたいんで、うん、そうで考えるしかない。でもあそこまで近づいてくるとね、いずれ陸地に撃ってくるんじゃないかって気にもなっちゃいますけどね。技術的には届く、まあ、距離に来てるんじゃないかなと思うんですけど、うん、うちあれですよ、最近なんかうち家族で何かあったと有事の際の待ち合わせ場所とかみんな決めてますからね、はい、本当ですか、うん、それはなかなか意識高いですね。多分日本の方はそんなことそこまで考えてる人少ないと思うので、うん、まあね、はい、まあちょっと平和受けって言っちゃあれですけど、でも何やるか分かんない気がしません？そうですね、いやもう私も考えなきゃいけないんでしょうけど、うん、どうしてもねそういうの体験したことがないんで、うん、実際ミサイル落ちたらどんなもんなんだろうも分かんないですから、ね、分かんないですよねどんなもんなんでしょうね。本当に見たことないんでですね。見たことないですよね、はい、まあ、落ちたらそれどころじゃないんでしょうけど、うん、なかなか想像がつきづらいところだと思います。ね、でこれがドル円のチャートですけど、今週注目のドル円なんですけど、うん、あの縦線がね入ってるところが、うん、まあ、ちょうどその発表があるところなんですけども、うん、まあ、今のところですね110円をまあ下値に見て、上はその雲の上限の112円ぐらいで非常に狭いレンジで先週動いてたんですけど、うん、まあ、今週の雇用統計の内容以下によっては、まあこの雲の上下どちらかに抜けていく可能性大ですし、うん、まあ、何より一番注目をされている6月14日の FOMC の政策金ですね、うん、ここはまあちょっと雲の ねじれっていうんですけど、雲が反転しているところで、まあちょっとちょうど発表が来るというところで、まあかなり方向性が出やすくなってくるんじゃないかなと。特に利上げしてくれると個人的にはもう最高ですね、うん、はい、期待はしてます。じゃあまあ本当今週の指標発表によって結構どっちに動くかってある程度見えてくるわけですね。そうですね、雇用統計がやっぱ一番メインではあるんですけど、うん、さっきも言ったように今週は本当にドルの指標多いですから、うん、それぞれの指標がやっぱある程度いいっていうのも注目をしておいていただきたいかなとは思います。なるほど、じゃあ言っていただきましょうか、はい、今週の一発予想はこちらです。はい、はい、じゃあ今日も先生からいただいてきました。はい、うんうん、先生は雇用統計発表後ですね、急落だったら米ドル円を買ってくださいという予想でいただいてます。でもう先生のこの予想はですね、金曜日、まあ、雇用統計の発表が出たらの話ですから、うん、私の発表は、まあ、私の予想ですね、うん、まあ、ユーロ円とゴールド円、これはもうぜひ売っていただきたいなと。うーん、はい、まあ、ドルの週なんですけど、ドルその分読みづらいと私は思ってますので、うんうん、なるほど、逆にドルは避けたと、はい、今週私の予想を信じるんだったら、うん、ユーロ円とゴールド円をもう頭から売っていただいて、うん、で金曜日になったらもう先生のゴールド円で勝負と二段構えでですね、うん、やっていただければ面白いんじゃないかなと思います、うん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 、川端さんを信じるか、はい、ちょいわる先生を信じるか、はい、それは皆さんの判断次第ですねぜひお願いします、はい、ぜひ来週の一発予想を楽しみにしていてください。はい、今週ご案内ありますよね。 あります。もうこれぜひ来ていただきたい、はいはい、先週に引き続きですね、福岡の方で、セミナーを開催することになってます、うん、で当初の予定ではですね、8月の20日日曜日の方だけ先生が参加するっていう予定だったんですけど、うん、ちょっと先生に無理を言ってですね、19も来てくださいと。お、両方参加、はい、土日で同窓会は夜だけにしてくださいって言ってですね、19もセミナーには来ていただくことになりました。はい、はい、両方先生のお話が聞けるいい機会だと思いますんでですね、まあ、ぜひ福岡にお住まいの方は地元の有名な先生がいらっしゃるということで、ですね、凱旋帰国セミナーですからね、はい、そうですね、もう古ってご参加をいただければと思います。はい、もしできれば両方参加してくださいそうですね、多分違った面白い話が聞けるんじゃないかなと思います、はい、用意してると思います。はい、お問い合わせフリーダイヤルの方でお申し込みください。参加費無料です。ということで今週も人気者ちょいわる先生の今週の一発予想のコーナーでした。川端さん、ありがとうございました。ありがとうございました。